えー、お疲れ様です和菓子を世界に広めたいまあそんなね、えー、思いの商店の方商売をされてる方いると思いますまあ和菓子に限らず日本国内で作られているお菓子ですとかねそれからチョコレートアイスクリームこういったものを世界に広めていけないかなっていうふうに考えることっていうのはやっぱり多くあるわけですよまあその中で私はねなんでそういった和菓子が そして日本国内の生産のお菓子が世界に広がっていかないのかなって考えたときにそこにね付加価値というアイディアをつけてないのかなと思うんですよもうすでに例えばここにチョコレートがあったりビスケットがあったりアイスクリームがあったりしますけどもそれをそのまんま値段を高くしているのは非常に難しいですでも送料の関係でプラス5000円とかプラス6000円乗せなければならないということは 一つのセットが1万円とか2万円で販売する必要があるわけですよ。まあ、そうするとですね、まあ原価ってのは抑えるのに限界がありますから、どうしても付加価値をつけることになります。じゃあ一体どんな付加価値がつくと思いますかということなんですけども、これがね、大いにあるんですよえ。例えばね、パッケージというか箱っていうのをすごく立派にして、でも立派にしたところで何千もかかんないわけですよ。で、そういう風うにして立派なケースに入れることによってお菓子を詰め込んで、 バレンタインセットとかね。これから来るホワイトデーセットとかね。それからね、意外なところでね、こういうのもあります。風邪をひいてお見舞いをしたい時にお見舞いセットっていう感じでお菓子の詰め合わせっていうのをやったりするんですよね。その他にも月に1回はなんとかアイデアをひねり出して、不確地の高い、あらりの高いような商品を作っていく必要があるんですよ。そうすることによって商品がまず知られること。これちょっとプレゼントで使いたいよねっていうふうになる。 プレゼントっていうのは、実はね、高ければ高い方でいいんですよ。まあ高いにも限界がありますけども、何十万円もするものはなかなか難しいんですけどね。プレゼントって、5000円なり、1万円なり、2万円っていうのは結構出るわけなんですよ。その時に、これを送ったら喜ばれるだろうなっていうのと同時に、まあこれはほとんどの人が受け取ってくれるよねっていうふうな、ものすごくね、あの、微妙なところをね、責めるのがいいんですよ。 まあ、例えばもうすでに相手の方が欲しいものが分かっている場合はいいんですよ。でもほとんどの場合が分からないわけですよ。だからもしかして高価なものを送っても受け取ってもらえないかもしれない。でも食品っていうのはほとんどの方が受け取ってくれるいいアイテムになるんですよ。だからアイデアをひねり出して、こういったものだったら受け取ってもらえるんだろうかとかね。ぬいぐるみとセットにしてみようかなとかね。もしかしたらさっき申し上げたように箱を立派にしてみようかなとかね。 お見舞いセットなんてどうですかねお見舞いに500円1000円のものを送りたいですかねトータルコストでやっぱり5000円とか1万円のものになってくると思うんですよ。まあとにかくね、アイディアを盛り込んで組み合わせることによって世の中にないものを作っていく。まあこれが付加価値力なんですよ。あとは知らせる力です。こういった工夫した商品をどんどん打ち出すことによって知ってもらうってこと。 インスタグラムで映えるっていうのがありますけどもあれがすごくシェアされるわけですよどういうものだったら映えるかなっていうこのアイディアが大事ですつまり知らせようと思うと SNS やメールマガジンやその他 YouTube などでたくさんの労力をかけてコンテンツを作っていくてところも一つです時間をかけるってことですもう一つは広告費っていうお金をかけることによって知らせていくってことですよねでもその双方を用いないとしたら やっぱりね、勝手に広まっていくようにバズらせるしかないんですよ。これが第三の戦略です。となると、商品が売れない、商品が売れないっていう原因の一つにバズらせる工夫してますかもしそれをしてないんだったら広告費をかけてますかそしてそれをもししてないんだったら労力をかけていろんなコンテンツを作り続けてますかということがあります。そして、月に1回ぐらい その月、1月、2月、3月、4月、いろいろありますけども、その月に乗っかったようなプロモーションをちゃんとやってますかってことです。ですんで、今だったら、お菓子をね、販売しようとする方は、もうホワイトで一食してしてないといけないですよ。毎日のようにホワイトで一食。それをせずに、売れません、売れませんっていうのは、ほら、売れませんよ、それは。売れません。で、月に1回ぐらい、誰かが誕生日なんですよ。だから、3月生まれの方にというね、誕生石をセットにするとか、 そのもろもろアイディアを詰め込んだ誕生日セット3月編とか4月編とかやるともうこれ1年間作られますからね、うん、そうやってさまざまな工夫を盛り込んで売れるか売れないかっていうテストマーケティングをすることこの繰り返しが売れない商品をだんだん売れるようにするそしてそのままでは売れなかったものを付加価値をつけることによって売れるようにしていくっていうことになります是非ねこれを試してない方は試してみてください 試さずに売れないのはこれ当たり前ですからねなぜなら価格でしか比較されないからなんですよ。価格で比較できないようなこれはなかったよねみたいなものを作り続けることが商売だということになります。それでは飽きない飽きずに今日も頑張っていきましょう。お疲れ様です。